奥道海駅は、福岡県北九州市若松区赤岩町にある、九州旅客鉄道地区方本線の駅である。駅番号は、樹0 4。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。無人駅であり、自動券売機、IC カードチャージ機及び、IC カード専用簡易型自動改札機が、設置されている。守護課等の IC カードと、磁気券が利用可能である。 奥道会駅で、磁気券を利用して乗車する際には、改札口をそのまま通過し、降車する際には、改札口備え付けの運賃箱に、磁気券、運賃等を投入する。奥道会駅では、守護下の新規発行は行わず、チャージのみ取り扱いを行う。2017年3月4日以降は、駅遠隔案内システム、 アンサーが導入されており、無人駅となっている。それ以前は、JR 九州鉄道営業が、駅業務を行う、業務委託駅であった。2019年度の1日平均乗車人員は335人で、ある。JR 九州及びと、受け北九州によると、近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り。若松協定場の最寄り駅である。 レース開催日は当駅も賑わいを見せる。ありがとうございます。